どうも、南光一です。今日はですね、千葉大高校の校長室からお送りしています。11月で2021の2日間ですね、天草市民センターを中心にして、全国高校選抜ハンドボール大会の熊本県予選が開かれました。そこで見事千葉大高校の女子ハンドボール部が優勝しました。おめでとうございます。ということで今日はキャプテンと副キャプテンをお招きしています。どうぞ入ってください。ちょうどいい感じですね。じゃあ自己紹介どうぞ。はい、同時ハンドボール部キャプテンの中川理香です。出身中学校は角上中学校です。はい、どうぞ。女子ハンドボール部の副キャプテン岩崎沙羅です。出身中学校は松本市中学校です。はい、じゃあ中川キャプテンと岩崎副キャプテン、はい、2人来てもらいました。2年ぶりの優勝ですね、はい、一昨年ね優勝したんですけども、はい、去年は国府高校ね優勝されてしまいまして、今年また再び優勝したわけですけど、感想はどうですか？去年から目指してた優勝だったので、去年の先輩たちの面も背負って優勝できることができて嬉しかったです。はい、どうですか？ずっと目指してた優勝、で去年は取られてしまってとても悔しかったので、3年生の分もそう思ってみんなで頑張りました。はい、そうですね。3年生ね、先輩たち悔しい思いしたのでリベンジできましたね。はい、まあね、大会ね、予選トーナメントから決勝リーグというふうに進んだわけですけど、一番厳しかったごめんなさい、試合はどうでしたか？1回戦目のルーテル戦が一番厳しかった試合かなと思います。ね、やっぱりね、今年のチームね、ルーテルが力があるということで私も聞いてまして、初戦でね、まあ、皆さんにとっては初戦でね当たるっていうのを聞いてね、ちょっとどうかなと思ってたんですけどね。はい、ではね、そういうことで、ね、ルーテルと初戦で当たって見事にね、ダブルスコア近い点数で勝てたわけですけどね。はい、もうちょっと前に来ていいですよ。じゃあね、そこに向けてのね、チームの状態はどうでしたか？順調にずっと行きましたか？試合前に怪我人が何人か出て、出たんですけど、それをチーム全体でカバーして、ね、試合には万全な状態で、ね、なかなかちょっと怪我人が出てね、チームどうなるかなっていうのも、私もね、別メニューで練習してる人をね、見たりして、ちょっと心配してたんですけどね、そういった中で監督さんから聞いたところ、なんか小国町の方にね、キャンプに行ったと、ね、これはもうプロ野球のキャンプみたいなトレーニングするんじゃなくて、ただの野外活動だったんでしょ？ね、どうでしたか、それ、行った時。キャンプを通して、チーム全体の雰囲気も良くなったし、学年ごとのチームワークも良くなった気がします。ね、なんかね、そのキャンプの様子を見ながらね、監督さんも、まあね、その欠けたところをね、誰を使うかとかね、決めていきましたと報告されてました。まあね、そういうことも大事ですよね。まあ、グラウンドで厳しくやることも大事だけど、それでも互いがね、コミュニケーションとかね、本当ね、やっぱりいつも私も女子アンドのみんな見てね、すごくチームワークがいいなって思ってます。はい、じゃあいよいよね、九州大会、大分で2月上旬開かれます。初戦をね、突破すれば全国の切符が手に入るということですけど、まだ組み合わせは決まってないんだよね。はい、はい、じゃあそこに向けて抱負を聞かせてください。じゃあまずキャプテンから。はい、必ず一緒して、日々の練習でやってきたことをしっかり出せるように、感謝の気持ちを忘れずに勝って全国大会に出場したいと思います。はい、じゃあどうぞ。自分たちの試合、この前の試合はいいところもあったし、悪いところも見えたし、試合だったので、そこを直して一緒して全国につなげれるように頑張っていきます。はい、じゃあね、また全国大会に行きますという報告をまた YouTube でできるように期待しています。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということでね、女子か、ハンドボール部のキャプテンと副キャプテンにインタビューさせてもらいました。さっきね、インタビューの途中でも言いましたけど、本当にね、女子ハンドボール部の皆さんはね、爽やかで、とてもチームワークが良くてね、素晴らしい生徒たちです。これからもね、また活躍をこのチャンネルでもお伝えしていきます。ではまたお会いしましょう。またねー。